こういう被害に遭っている子10代でとても多く、毎週何人もかかっています。特殊な事件ではないです。性売買業者とホストはグルになり、借金を作らせてスカートにつないで風俗店で出稼ぎ座でお金を回収するなど、女性からあらゆる形で性搾取しています。警察はもっと動くべき。元ホストの男、読売の客だった女性に早く金作ってこいというね、やつですね。え、今更言うの、ニトちゃん。超今更じゃねえ。だったらそれを助けるよ、マジそれな。え、借金、え、そんな今更言ってんの。え、だから、え、何言ってんの。そんなもん今更じゃねえ。何言ってんの。なんか変な感じがするぞ。フェスでも国が規制して都市に取り締まる。え、今更さんみたいなこと言ってるやん、急に。あれが広報の国、おかしいよ。こうした被害は中学生世代にも広がっていて、メンズコンカフェでは飲食店として営業しながら、中高生に同じ手口で借金を作らせ、せばいべにあっせん。え、急に言い始めてる。あ、その下のやつが見えてんのか。あ、俺違うやつ見てた。ごめんごめん。違うやつを見ておりました。これね。いつでも国や規制で取り締めあるべき、これね。え、なんか、言ってることはまともなんやけど、なんか変なか違和感を覚えるな、なんでや。急に何言ってんねん、この人。ホストが悪いから税金徴収する私たちは悪くありません。そっちに矛先を持ってったか、なんかもうホストと揉めたかなんか、としか思えない。だって今までこんなこと全然言ってなかったやん。ねえ。これは、額面通りには受け取れへんよね、我々はね。じゃあ、ホストが一番悪いねんな。やっぱりさ。ホスト根絶やしにしたのがあるの。もろ前で声かけていたのにの。尻尾切り。なんか急ですなぁ。ちょっとこれ研究せなあかんね、これ。じゃあホスト行くのよ、まずそれな。ホスト依存症も今後、どのように改善するか考えていくべきですね。寂聴さんが、会場で女性ばかりの支持者を見て、若い男も入れた方がいいわよ。男にしか話せないこともあると。その通りだよね。ホストやってる友達の方が、どんな支援者より女の子の声を聞いてたり、家に上がりどんな生活してるのか見てたりするし、ここではホスト用語ですよ。それがなんか急に言ってるのはなんでだろうね。あれが合法の国、おかしいよ。まあ、でも、それを言ったら、辺野古の座り込みも合法じゃないしな。違法やしな。何言ってんやろな。過去の自分に殴られ、なんかあるよね、これね。なんなんやろね、思惑かなんかあるよね。法規制されていない。まあなあ、中高生にな、ホスト狂いにならないように。まあでも、言ってること自体が真っ当なので、何の突っ込みどころもないよね。まあその、言ってること自体はその通りやからな。警察はもっと動くべきって、なんで動くね。何の罪状で動くね。あ、こっちのビジネスに行こうとしてんじゃん。これをビジネスにしようとしてんじゃん。今度はもう、その今さ、だから貧困女性がさ、なんか叩かれつつあるから、こっちで行こう。これやったらもう、何？印籠が掲げられる。ホストにハマっている女の子たちを助けるんだという印籠ができたから、できるから、それで行こうとしてんじゃん。方向転換したんちゃう。ホストはいちいち規制しなくてもいいが、ホス狂いを公金で助けるもん、そこな。歌舞伎町のど真ん中にバスカフェしといて、なーの助けにもならんかったよね。錦の御旗、それが言いたかった俺も。錦の御旗にしようと思ってんな、さては、このホストクラブ。ホストクラブにはまって、いろいろ偉い目に、あれ、俺が作った、ドンペリゴクゴク、ドンペリコをなんとか金にしようと思ってんな、さては。ホストよりパチ屋のギャンブル依存のがはるかに多くの。と不幸にしてそう。つまり警察コラボという結果に。私たちは警察と連携するわよ。そんな正義な私たちに金出しなさい。オタクの次はホストか。ホストにハマっている女性は貧困ではないって何度言えば。とこな。ホストに行ける段階であるやな。ホストにハマるのも風俗にハマるのもパチにハマるのも全部同じレベルのことでしょうに。その通りだと思います。これはでもホストクラブ規制はあるやけど、どう規制するかはやな。未成年をなんとかするコンカフェみたいなのはあかんよね。